はいどうも、エメさん、こんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、まあ、多分今、この動画が、公開されてる頃には、ちょっとね、飛行機で移動している最中だと思いますので、自分で、チェックができないと思うんですけども、今回はですね、ちょっと前にこれ情報が発表されて、ちょうど6月30日のラブライブ9周年の日にね、確か発表された情報だったと思うんですけれども、ラブライブフェスがね、行われるよということで、そのラブライブフェスの先行、抽選券としてね、ミューズのアニバーサリーブルーレイボックスの中にもね、封入されますということで、そのタイトルはね、発表されていてはいたんですけども、まだその具体的な詳細がね、発表されてなかったんですけど、6月30日にね、それが発表されまして、詳細がね、こうバーッと出ましたのでね、今回はちょっとそれについての、皆さんとね一緒に振り返りつつ、まあ、チェックもねしていきたいなと思います。結構ね今回、豪華な、内容となっておりますのでね。はい、ということでこんな感じですね。久しぶりにミューズのページ、ミューズっていうかラブライブのページを開きましたけれども、ラブライブのテレビアニメ一期二期劇場版、これのですね全てが収録されている、ラブライブ、9周年アニバーサリーブルーレイボックスがですね、こちらが、発売日をこれ出ましたね、2019年の、10月25日でございます。10月ですね。10月なので、まあ、まあまあ先ですね。まだ3ヶ月近くありますけれども。で、店頭予約の締め切り日は、2019年の9月の16日と。はい。こちらですね、2種類展開でございまして、ブルーレイとは。まあ、まずはこちらのフォーエバーエディションというものがございます。こちらのフォーエバーエディションと、あとスタンダードエディション。まあ、通常版と特別版みたいな、古いわけですね。でこちらのフォーエバーエディションに関しましては、初回限定生産となります。まあ、最初の方でしか、作られませんよと、なっております。まあ、内容の方ね見ていったら分かると思うんですけども、かなり豪華なので、これは本当にね作られる数が少ないんじゃないかなと思います。でまずですね、価格からしてびっくりなんですけども、4万5000円です。はい、4万円以上のものをねラブライブのブルーレイで今まで見たことがないんですけどもね、すごいと思います。まあ、ただね、収録内容とか特典の量をね、見ていったら、この値段でもあながちわからなくもないなと、思えると思います。収録内容としては、まずはテレビアニメ1期、2期、そして劇場版、すべてが収録されております。そして、封入特典、まあ、ここから特典ですね。特典といたしましては、ラブライブフェスの、先行申し込み券が入っております。はい。まあ、これは以前も発表されていたものと同じですね。そして特典 CD、まあ、ここからがですねすごい豪華なんですけれども、今までのこのミューズの、ブルーレイもあったと思うんですよ。テレビアニメ1期のブルーレイ円盤だったり2期の円盤だったり、特装限定版の、CD 楽曲と、あとはそれらのソロバージョンが全て収録されているということでございます。はい。まあ、例えばサンシャインで言うとワンモアサンシャインストーリーとか、あとなんだろう、デイドリームウォーリアースリリングワンウェイとか、いろいろブルーレイ特典曲ってあるじゃないですか。特装限定版曲って。テレビアニメ1期と2期と、劇場版の、ブルーレイの特装限定版の特典楽曲は全15曲あります。はい。そして、全巻購入特典、全巻購入特典もついてます、これに。はい。まあもちろんね、1期2期すべて、まあ、映像化されてるわけですから、全巻購入も改めて発売がされ、ついてると。まあ、発売というかついてる感じですよね。だから多分ユニットのソロバージョンっていうのも、つくんじゃないかなと思います。ユニット楽曲のソロバージョンっていうのもあると思いますし、すごいですよね。だからトータル全て51曲。はい。ソロバージョンだけで。ソロバージョンだけで51曲なので、だから曲の数もね、相当今回入ってますね。ソロ曲ですかね、上の方は。上の方はソロ曲だったり、あとは、デュエット曲とか、デュエット曲とかも入ってますね。だからデュエット曲のソロバージョンも多分あるんでしょう。まあ、そしてミューズは、そして最後のページにはとか、まあ、この曲ね、すごいしんみりきてね、めっちゃ好きなんですけどもね。で、あとはユニット楽曲。まあ、これは全巻購入の曲でございますけども、こういったものもあります。これらプラス、ソロバージョン。これらのソロバージョンもついているということなんで、まあ、そしてプラス、復刻版の、音の木坂学院入学案内書だったり、ブックレットも、ついてまいります。まあ、そして、4枚もやっぱりするということで、演奏特典も、これも充実しております。はい。ミューズニューイヤーラブライブ2013だったり、あとはミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレード。まあ、これはスーパーアリーナで確か行われたものですけども、まあ、こういったね、過去のライブ映像、あとファンミーティングの映像もついてきますけども、
まあ、その他にも特別番組だったり、映像関連がね、いろいろと入っております。過去のライブも収録されてるということなんで、これすごいですよね。まあ、そしてその他には、まあ、書き下ろしの多分ボックスのね、イラストがここにあるのでしょう、出るのでしょう。で、そしてですね、もう一つのスタンダードエディション、まあ、通常版の方に関しましては、これは25,000円となっております。まあ、こちらは、封入特典としてはね、まあ、フェスの、最速先行券も入ってるんですけども、それ以外の曲関連や映像関連の特典は、まあ、ついていないという感じで、まあ、基本的にはテレビアニメと劇場版の映像が入っていますよと。はい、そしてですね、ブルーレイボックスの法人特典も今回ついてきまして、アニメイトゲーマーズソフマップ、アマゾン、そして、エオンストア、バンダイナムコのですね、ストアですけども、ユニットごとで分かれてタペストリーが出るということで、劇場版の時みたいですね。うん、劇場版のブルーレイみたいな感じがしますけども。はい、ということでね、まあ、一連紹介してきたわけですけども、皆さん、買われますか？多分ね、これはね、ほんと買える方が非常に限られてくると思うんですけれどもね。まあ、今回ですね、こちらのブルーレイボックスね、僕に関しては、ちょっとパスしたいと思います。はい、今回はちょっとパスでいきます。なんでかっていうと、まずテレビアニメと劇場版関連に関しては、僕はUNEXT でいつも見てるので、まあ、今回ね、これをまあ、追加で買う必要はないのかなと。そしてまあ、楽曲関連もすごい豪華ですけど、ちょっと詰めすぎかなと。もちろんいい意味なんですけど、いいことなんですけども、ちょっと自分には、量が多いかなということで、まあ、本当にミューズを一から知りたいよとか、もう一からすべて見てみたいとか、あと記念に買いたいという方はね、まあ、ぜひこちらの商品ね、まあ、10月発売ということなんでね、まだね、全然貯蓄等はできると思いますのでね、まあ、買いたい方は今からでもまあ、ご検討なさってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、もしですね、この動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。